はい、こんばんは、ポップです。FF クトチャンネル、3月6日金曜日。本日も先進国通貨、4ペア、4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、豪ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきます。えー、それではまず、全体の相場感から解説をしていきましょう。えー、いつも通りで、ねえー、世界の株価、こちらのサイトをご覧ください。 株式相場は大きく下げている状況が続いている形です。昨日のニューヨークマーケット、ニューヨークダウンに関しては、前日比マイナス969ドル。終値で26,121ドルということでね、3.5%を超える下落ということで、株式相場、相変わらず止まらないという状況でございます。そして、その流れを引き継いだ東京マーケット日経平均も大きく下げております。前日比マイナス579円。 終値で2万飛び749円ということでね、えとうとう2万,2万円割れも視野に入ってきたというところで2.7%以上下げるという形でね、えー、東京マーケットに入ってからも株安は止まらないという状況でございます。 コロナウイルスからね、発端となりました、トリガーとなりました、今回の下落でございますが、もうコロナウイルスだけの問題ではなくてですね、今までちょっとバブル気味だった株式相場がね、かなり信用収縮という形で、まあ、下がっているというところがね、もうテーマが変わってきてるかなという状況でございます。それがね、米国十年祭、長期金利ですね、こちらも0.771ということでね、一時は0.7%ぐらいまで下げたということでね、こういったところも、リスクオフ止まらないという形になってますので、 まあこういったことをね、前提に株式相場え、テクニカル分析をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。はい。えではチャートの方に戻っていきましょう。 はい、えー、こちら、米ドル円の15分足でございます、えー。約1日のね、時間軸となっておりますのが、えー、ますが、えー、下げが止まらないというところでございます。えー、昨日の動画解説のタイミングは、えー、107円をね、えー、少し割り込んでいるというところでね、えー、107円に戻るかどうかというお話をさせていただきましたが、えー、基本的には、えー、戻らずですね、えー、蓋をされたまま107円から下がってきた移動平均線でね、ことごとくレジスタンスを1 一回、二回、三回、四回とね、えー、食喰らいまして、そしてヨーロッパ時間の中盤には一気に下げて、えー、105円手前。まあ、一旦ね、えー、こちらのチャートではビットレートでは少し割り込むというところまで下げてきたということでね、えー、約200ピブス、2円ぐらいね、1日で下げているというところでございます。えー、今日この後ね、えー、雇用統計ございますので、またそこで大きな動きがあろうかと思いますが、一旦はね、105円で下げ止まっている形でございますが、まあ、雇用統計のね、出来次第では、えー、大きくね、105円を割り込む可能性も出てきたというこでございます。 と,ところでございますテクニカル的には先ほどお話ししたとおり、終始で下げ目線という形になってますので、移動平均線が基本的にはこちらがレジスタンスラインとなっておりまして、移動平均線まで反発しても、ですね次の平均足のチャートではね陰線に変わってしまうという形で、ことごとく、ね、下げトレンドが続いているという形で、なかなか15分足を見てもどこで止まるかというのがわからない状況でございます。 そして、60分足もね、今までは107円でサポートが入っていたところがですね、少しね、対空時間があったんですが、再度割り込んでしまいますと、一気にね、こちらは106円も一旦のサポート。そして、106円を割ってしまったらですね、また今までのサポートで蓋をされて、再度105円まで下げるということでね、60分足も一旦は横ばいになる移動平均線のタイミングがあったんですが、その後ね、やはり右下下がりということで、株式相場の下落とともに、 一気に下げが加速しているという状況が続いている形でございます。まあね、特にね、えー、言うことはございません。もう下げ続けておりますので、えー、どこで下げ止まるかっていうのは、えー、60分足を見てもね、15分足同様分からないということなので、4時間足にね、移っていきましょう。 はい、4時間足ベースでも、こちらは安値更新中という形でございます。懐かしいですね。2月の下旬にはね、112円を超えてたという形でございます。わずかね、2週間ぐらいでね、一気に105円まで落ちてきたということでね、7円ぐらいの下落ということで、かなりね、今回のショックというのはでかいからというところでございます。112円からね、111円付近の移動平均線を割り込んでからですね、4時間足ベースの移動平均線は右下下がりという形になります。 大きな反発のところでは、ね、もちろん移動平均線まで届かずです、ね、レジスタンスを食らっているというところで、直近では、ね、107円のサポートで、旦はね、ん、え、は、ーまあ、移動平均線ぐらいまで近づいたんですが、こちらも、ね、4時間足の移動平均線では上ヒゲという形になってしまいまして、下方向に下落してしまったということでございます。もちろん、ね、移動平均線と平均足のチャートが少しばかり乖離はありますので、まあ、反発のところは、ねまあ、106円近くまで戻す可能性はもちろんあるんですが、 基本的にはね、ボラが高いだけでありまして、トレンドが変わるかどうかというところでは、えー、まだまだね、セリングクライマックスというのは先にあるんじゃないかなというところでございます。今日一つね、雇用統計というのは注目して、どのような動きをするか、あと3月のね、中盤に構えております FOMC を見ての判断となると思いますが、またそちらでもね、おそらく今、利下げの方は折り込み済みという形でございますので、まあ、そこのあたりでね、レジスタンス、えー、すみません、サポートですね、入るかどうかという形なんですが、少し長い足でね、 えー、冷やしてもおそらく出て,こない出てこないですね、週足を見てみましょう、はい、えー、こちらがですね今までは105円を割り込んだところ、104円台でね、えー、2回ほど。えー 3回ほどですね、こちらはサポートが入っていたということなので、今回105円から、まあ、少し割り込んだところでね、セリングクライマックスを迎えて、反発する可能性というのは一つあるかなというところでございます。ただね、こればっかりも分からないということで、逆に104円を割り込んでしまいますと、もう突き足になってくると思うんですが、思い返せば2016年のねトランプ大統領が就任する前ぐらい、まさにね、4年前ぐらいになりますが、その時にね、100円前後という相場がありましたので、まあ、そこをね、104円を割って ししままままいいすすすとと目指展開にななろううかか思月足見れるでょねこの辺りでしょうかね。2016年のブレグジットとトランプ大統領の就任前ということですね。この辺りが100円という形なので、このね、いっぱい線がついています。104円を割り込んでしまったらですね、こちら100円割れというところもね、見えてきますが、とりあえずはね、105円を今回ね、サポートが入るかどうかというのが雇用統計での勝負と思いますので、参考にしていただければと思います。今日はね、メール配信、LINE の配信の方はですね、 雇用統計ですので、中止させていただきますが、その分ね、雇用統計スペシャルということで、雇用統計の中継をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上で、米ドル円を終わりまして、続いて、ゴードル円見ていきましょう。 はい、5ドル円の方は米ドルほど下げていないというところでございますが、まあ相変わらずね、弱気目線というところでございます。昨日の動画解説のタイミングでは、70円50銭がね、割り込むかどうかというところでございましたが、結局は一旦は割り込んで、今度はね、70円50銭を回復しようと思っても蓋をされたということでね、蓋をされてしまったらやはり下方向。そして、70円でなんとかね、食らいついてニューヨークマーケットは終了というところで、一旦はね、東京マーケットは終了というところで、 ー始ままる前でで少し戻すすといいうねねつものパターンです、ね、ニューヨークマーケットが終わってから、えー、こちらね、えー、東京マーケットが始まるまでは少し戻すという形ですが、えー、東京マーケット始まった瞬間にですね、えー、また再度70円を割り込むような形で、えー、今までのサポートを突き破ってしまったというところでございます。えー、ただね、えー、東京マーケット終わってからヨーロッパ時間入りますとね、えー、70円を挟んだ攻防ということで、少しね、15分足の移動平均線は横ばいになっておりますので、まあ、下げ続けている、えー、米ドルに比べては 少し、ね、70円付近で下げ止まりというところでございます。 そして、60分足ですね。こちらは昨日ラインを、ね、引かせていただきましたが、緩やかに上昇相場ということでね、71円を超えてきたというところもありましたが、ここをね、明確に割り込んでしまったので、まあ、下方向に行きますよというお話をさせていただきましたが、まあ、まさにね、その方になってしまったかなというところでございます。結局はね、今日の雇用統計次第でアメリカドルがね、どのような動きをするかによって5ドル円も変わるとは思いますが、一つ言えることはね、まだまだセリングクライマックスを迎えていないというところでございます。 今週ね、利下げをしたオーストラリアドルでございますが、もう一回ね、利下げもあるかもしれないということで、そうなればね、70円を大きく割り込む場面も出てくるかなと思いますが、中長期的にはね、5ドル70円割れぐらいはね、中長期の話ですが、拾っていきたいなと個人的には思っております。まあ、それもね、もう少し先かなと思いますので、そういったところはね、また動画でアナウンスをしていきたいなと思います。見ていきましょう はい、えー、こちらね、完全に安値をね、また目指すような展開となってしまいました。まあ、せっかくね、えー、サポートが入って、えー、反発が入ってですね、ボリンジャーバンドの上限ぐらいまでゆっくり上がったんですが、やはり下げに比べて、えー、上昇がね、えー、ゆっくりしておりますと、そのゆっくりしたペースで少し割り込んでしまいますと、このゆっくりしたペース結構ね、ロングをする人が多いという形なので、ここをね、サポートを割り込んでしまいますと、そのロングの方々が損する前に売ろうという気持ちが入って、まあ、一気に下落するというのはね、よくある、 パターンでございますそして、これもね、69円を割り込んできてね、直近の69円50銭を割り込んでしまいますと、まあ、最安値をね、更新する、最安値と言いますか、直近の安値を更新するという形になりますので、こちらはね、合わせて、まだまだ69円50銭を割ったらね、加速してしまうというのはね、特に米ドルに比べて、まだ下げ渋っているということがありますので、まだまだ加速する余地は十分にあるということになりますので、ロングの方は控えていただくということと、雇用統計の方はね、ゆっくり と見物をした方がいいと、えー、いわゆる様子見をしておいた方がいいかなと思いますので、えー、これもね参考にしてくださいまあ、どうしてもということであればですね、えー、雇用統計前にポジションは解消するようにお願いしたいと思いますはい、えー、以上でゴードル円を終わりまして続いてポンド円見ていきましょう はい、えー、ポンド円の方も、えー、終始ね、下げ続けている状況でございます。えー、昨日の動画解説は、えー、138円前後をね、うろうろしておりまして、まあ推奨トレードもね、少し髭が多かったものですから、えー、推奨せずという形でね、えー、メール配信、ライン配信の方はさせていただきましたが、まあ、結局はね、米ドル円とゴードル円に合わせて、えー、下がっていったというところでございます。もう、移動平均線を、えー、移動平均線を見ていただきますと、右下下がりですので、まぁ、あ、その界隈でね、レジスタンスが入って、一旦抜けるところもあったんですが、 ボリンジャーバンド上限をタッチすることなく再度下落そしてねこちらのヨーロッパ時間に入ってからも一旦はね買い戻しが入ったんですが再度下落ということで137円の節目このサポートで2回目のところはね一気に下げてしまって戻ってきたところでもやはりサポートのラインがレジスタンスラインになっているということでこちらもまだまだ上がる要素は出てこないというところでございます えー、60分足もね、えー、終始、えー、今まで137円から139円ね、約1週間の時間軸でね、うろうろしていたんですが、こちらの137円をね、1回、2回、3回目の正直で割り込んでしまって、今再度ね、えー、蓋をされているような形なので、これはね、えー、やっぱり136円を目指すような展開になろうかなというところでございます。えー、そして、えー、4時間足まで見ていきますとね、えー、こちらも移動平均線ね、1回この4時間足ベースの移動平均線を超えたというのはね、えー、まあ、 非常に、ね、ポンドがが直近ででは強かかったかなとといいうところでございますが再度、えー、移動平均線の下側に、ねえー、潜水艦のように進んでしまいましたので、えー、こうなりますと、えー、こちらせっかく、ねえー、上に出てきた移動平均線よりか平均足のチャートが上に出てきたということ,ことが、えー、消されてしまうというところでございます逆に137円の、ね、サポートラインが今回明確に割り込んで今日の、ね、終値も137円を割り込んでしまいますともう少し、ねえー、下に走るようなことが出てきてしまうという形になります。 ありますので、えー、ここはね今まで力貯めた分、えー、こちら下に、えー、割り込むか上に行くかということであれば下に行くね力の方が強いという形なので貯め込んだ分、えー、加速する力が強いということで、えー、意識していただければと思います。 ま、とは言ってもね、直近で下がっているというところがありますので、反発には、ボラティリティは高いと思いますんでね、ショートを無闇に取るというところよりもしっかりとね、戻り売りをしていただくというところと、雇用統計は様子見がよろしいかと思いますので、手出しは無用というところを覚えておいてください。はい、以上でポンド円を終わります。最後に爆発しておりますユーロドル、こちらを見ていきましょう。 はい、えーユーロドルはね、えーもうアメリカの金利が下がりまくりで、ドルが下がりまくりということで、えー一気にね、予想以上に上がっている状況でございます。えー昨日の動画の解説のタイミングはなんと1.12ということでね、さすがにここでレジスタンスが入るだろうということでね、レジスタンス投げさせていただきましたが、結局はね、30ピプスぐらいは下げたということで、まあここでね、逃げ、逃げれてる方は良かったんですが、その後ね、えーニューヨークマーケット進むに従って、ダウが下がるに従って、 ドルは上げてとといいうところでございますそして1.12を超えた後にですね、肝心なのはここのサポートですね。今までのレジスタンスラインを超えたということでね、ここのサポートが入らず元に戻ってしまえばね、もう少しレンジ相場があったかなというところですが、ここでがっちりとサポートが入ったというところで、もう買い安心感が広がってね、上方向にブレイクですね。そして東京マーケット、ヨーロッパマーケットとね、東京マーケットはほぼ横ばいということですが、ヨーロッパ時間に入りまして、まあこの辺りでね、 ヨーロッパ時間ショートを組んでいた方々が買い戻しという形になりましたので一気に上方向にブレイクしたというのがヨーロッパ時間の上盤から中盤にかけてというところでございます今日の、ね、雇用統計次第ではアメリカの雇用統計弱ければ上方向に行くかなというところなんですが、まあ、雇用統計は、ね、いわゆる遅行指数と言われておりまして景気の、ね、遅れて出てくる結果になりますので今日の雇用統計はあんまりサプライズはないかなというところでございます、まあ、ただ、ね、大きく動く指標には変わりない という形なのでそこはね注意をしていただければと思いますもちろんユーロドルは様子見というところで雇用統計は手出し無用というところでございます 60分足で、ね、ご覧いただきますと、1.12と1 1ロえ、1一一ですね。こちらのレンジ相場がとうとうブレイクしましたよというところで、今や1.13も超えてしまったということでございます。今日ね、1.13を超えて終わるようなことがあればですね、え、ちょっとね、え、一気に上方向に再度走る可能性が週明けは高いかなというところでございます。え、1.13を割り込んでくればね、え、ちょっとレンジ相場を形成するかなという状況でございますが、まあ、これは雇用統計次第かなというところでございます。 1.13ね、えー、抜けてから今ねちょうど、えー、15分足ベースで陰線入ってますので、えー、これがね陽線になってしまったらもう少し陽方向に行くかなと思いますが、えー、陰線になってどこで下げ止まるかというところがね、えー、ポイントとなりますので、まあ、それに基づいて60分足も、えー、形成されますので、えー、その後に判断をいただければと思いますはい、えー、4時間足見ていきましょう えー、大きくね、えー、下落トレンドが、えー、もう懐かしいですね。1.08を割り込んだところからですね、えー、もう1.13を超えているということで、えー、こちらは、えー、500ピプスですね。えー 500ピプスほど上がっているということで、これもね、えー、ドルの下げとともにユーロドルは復活してきたというところでございます。えー、移動平均線とね、平均足のチャート、かなり、えー、こちらね、乖離がありますので、えー、ボラティリティが高い分ね、一気に下げる場面もあるかもしれません。ただ基本的にはね、えー、上昇トレンドという形なので、えー、を一気に下げた時にはですね、反発を期待してロングを組むというのは悪い選択肢ではないと思います。えー、どちらにしましてもね、一本線が入って頂点を迎えて下げるというところよりも、一旦はね、 もう一度高値を目指すラインが出てくるかなと思いますので、一気に下げたところでは、ロングを組んでいただいて、もう一度ね、高値を目指すところで利益確定という形でよろしいかと思いますので、じりじり下がった場合は別ですが、一気に下がった場合は、ロングを組んでもよろしいかなと思いますが、まあ、基本的には何度も言ってますが、雇用統計の日はね、様子見がよろしいかなと思いますので、参考にしてください。 はい、えー。以上でね、えー、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。えー、この後ね、えー、10時半、22時30分から雇用統計でございますのでね、また雇用統計スペシャルということで、えー、動画をアップしていきたいと思います。えー、今日はね、えー、先ほどもお話ししましたが、えー、LINE の、えー、推奨トレードの予報は、えー、お休みをさせていただきますのでご了承ください。えー、それではね、えー、しっかりと雇用統計見ながらですね、えー、土曜日にも動画をアップしていきますので、えー、また来週の、えー え、戦略もね、土日に考えてやれればと思いますので、皆さんもよろしければご視聴いただければと思います。またこの動画が参考になったという方はね、ぜひいいねボタンお願いしたいと思いますし、チャンネル登録、ツイッターのフォローもしていただければ非常に嬉しいです。今回は以上です。ではね、またこの後の雇用統計の動画でお会いしましょう。バイバイ。